2000倍の競争率を勝ち抜いた両チームが今日は4019倍の競争率にチャレンジします。第72回全国高等学校サッカー選手権大会決勝戦を迎えました東京国立競技場です。サッカーマンの檜舞台に立つサッカー未来人にスタンドの大観衆から大きな拍手が送られております。長崎県代表県立国見高校が選手権2連覇をかけて静岡県代表清水市立商業高校と対戦します。放送の解説は日本サッカー協会協会員で18年前昭和51年の正月大阪の最後の大会で浦和南高校キャプテンとして優勝を経験されました田島幸三さんです。田島さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてゲストとして清水エスパルスのディフェンダー堀池拓実さんです。堀池さんは11年前、もうすでに首都圏開催になって61回大会清水東高校の優勝メンバーです。堀池さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず田島さんね、はい、51年の正月、はい、キャプテンとして大阪での開催最後の優勝でした。そうですね。その翌年この首都圏開催に移ってまた浦和南が優勝して、はい、首都圏開催最初の優勝校ですよね。大阪から東京に優勝のアーチをかけました。そうですね。特にこの東京に変わって、からですね、非常にお客さんも入るようになって、プレーする高校生たちにとって本当にやりがいのある場になりましたね。本当ですね。何かこう目指せ国立というのが合言葉になってますからね、はい、堀池さんね、はい、2年生の時ですか、61回大会優勝。そうですね。決勝戦というのはどんな気持ちで臨まれました？もう本当に僕らの目標でしたからね、国立で試合するというのが、はい、もうその目標を達成できて嬉しかったですね。うん、そうですか。まあ、その頃のお話も交えながら今日は決勝戦じっくりと解説していただきたいと思います。白と黒のユニフォーム、これが長崎県国見高校、一方ブルーのユニフォームが静岡県代表の清水商業高校です。清水市立商業高校、左にエンドを取りました長崎県代表の国見高校、一方右にエンドを取ったのが静岡県代表の清水商業高校です。国見高校の194センチの船越、そして10番の木戸、この2人が軽い会話。今キックオフの船が鳴りました。40分間前半が始まっております。高校サッカーは前半40分後半40分、この決勝戦に限っては80分間戦って同点の場合は10分ハーフの延長戦があります。それでも決しない場合は両校優勝です。さあ国見が今ボールをキープします。国見高校が立ち上がり、この船越にボールを集めて先制のゴールが欲しいところです。立ち上がりです。注目しましょう。国見高校の攻め、清水商業陣内での試合です。さあフリーキックです。直接フリーキック、これは直接ゴールに入って得点になります。あっとオフサイドの旗が上がった。手前側でオフサイドがありました。これが17番の丸田。72回の歴史を数えるこの選手権大会、高校選手権、去年優勝した国見が去年の夏高校総体でも優勝、そしてまたこの選手権2連覇をかけてまいりました。高校サッカー長い歴史の中で選手権優勝、そしてインターハイ優勝、そしてまた翌年の選手権優勝というのはただ一校もありません。さあ10番の安田が切り込んでいった。清水商業、ここから2人マークがついています。折り返せるか。こちら側のタッチラインを割りました。清水商業のスローインに変わります。今度は清水商業の攻め。田島さん、立ち上がりからかなり緊迫した。非常にそうですね、動きがいいですね、両チームとも。硬さというのはありませんね。14番の新村、スローインです。ブルーのユニフォームが清水商業。さあペナルティーエリアの中に入った。ゴール前に上げた。これはゴールキックに変わります。10番の安永。さあここで両チームのスターティングメンバーご紹介いたしましょう。まず国見高校です。ゴールキーパーが足塚、そしてディフェンダーが5番の中島、3番大浜。昨日はこの大浜はミッドフィールダーとして登録されておりました。それから17番の丸田、16番尾崎、ミッドフィールダー1年生川口、1年生の川口が昨日は先制ゴールを挙げております。そして9番元田はキャプテン、7番岡村、
11番の宮崎も1年生、そしてフォワードが2人、10番の木戸、14番の船越にどうぞ注目してください。さあ国見が細かいパスワークでボールをつないでいきます。ここからどういう展開になるか。これが5番の中島です。さて国見高校ですが、1回戦はシードされましたので2回戦からの対戦、東京学館新潟を3対1、3回戦が前橋育英を2対1。小峰監督が振り返りますと、この3回戦の前橋育英が一番きつかったと話しております。それから準々決勝が0対0、 PK なしでの宝学園、川口がいいセービングを見せました。ユース代表の川口義勝、大滝監督はこの義勝と呼んでおりますが、このゴールキーパーの川口に大きな期待を寄せています。国見高校は準々決勝は0対0宝学園に PK 合戦の末5対3で準決勝に進出しました。そして昨日の準決勝、国立競技場強風の中九州対決となりましたが、東福岡を8対0と退けました。この船越はハットトリック3点を挙げております。さあ船越が今競っております。船越です。絡んでいく佐藤、さあ船越が抜けるか、あっと抜けません。12番の佐藤前線にフィードします。向こうが藤本、9番の藤本がずっと切り込んでいきます。5番の中島がタッチラインに逃れました。さあ立ち上がりのまず国見高校のベンチサイドの表情、長崎国際テレビの吉村さん。はい、小峰監督今どっかりと腰を下ろしましてゲームを見つめていらっしゃいます。昨日の準決勝で持ち前の得点力そして決定力を発揮しましてね、やっとエンジンがかかった感じの国見イレブンなんですが、全国大会の経験も豊富で大舞台に強いと言われていますこのイレブン、昨日も今日も非常にリラックスをしておりました。で今日は報道陣をシャットアウトしてのミーティングが行われましたが、試合前に監督は今日は胸を借りるつもりでやらせてもらうというふうにおっしゃいました。とにかく国見としては今の力が持続できればというお話だったんですが、あまり細かい指示は与えてないんですね。ほとんど与えてませんので、ただ、昨日の勢いを出してくれればなという言葉が聞かれました。なるほど。で、今日は監督コーチにとって大晦日ですねというふうにお話しましたら、本当ですねと、いい正月にしたい、いい正月を迎えたいですねと、このあたりに決意が伺いました。なるほど。前半の5分を経過しました。0対0、両チームともまだチャンスらしいチャンスはありません。シュートは1本もありません。さあ清水商業鈴木悟るドリブルです。国見が弾き返します。10番の安永、この安永エースストライカー2年生。田島さん今、はい、国見の小峰監督の指示、細かい指示はなかったということで、胸を借りるつもりかというチャンスですね。シュート打てるか。しかしマークがきつい、厳しい、シュート打たせない。佐藤が前線にクリア。川口、9番の川口がこの辺の中盤の攻め合いです。17番の丸田前に出しますがパスが通りません。さあ清水商業のスターティングイレブンをご紹介しましょう。まずゴールキーパー川口、なんといっても今大会最高のゴールキーパーと言っていいでしょう、川口義勝。それからディフェンダーは2番の加藤、14番の新村、4番の小川、昨日は同点のゴールを放ちました。そして5番の田中、ミッドフィールダー6番の鈴木信之、12番佐藤はゲームメーカー、8番の伊藤、9番の藤本、そして10番の安永はエースストライカー、3番の鈴木悟、これが清水商業のスターティングメンバーです。清水商業の立ち上がりですが、こちらもおっとこれはチャンスになるか。ご覧のようにこちらも1回戦は対戦がありません。2回戦京都の洛南高校2対0、そして3回戦は宮崎の豊昇高校3対0、準々決勝は広島の福山伊予高校を3対0、そして準決勝2対2の鹿児島実業との壮絶な PK 合戦で5対4でこの決勝に勝ち上がってきました。準々決勝までは県大会を含めましてずっと無失点できた清水商業ですが、昨日ついに2つのゴールを許しました。さあ立ち上がり1本目のコーナーキック、船越に合うか、高いボールだ。14番ファーポストの船越、頭合いませんでした。ヘディングには合いません。1本目のコーナーキックはファーサイドにいるこの14番の船越に合わせようとしましたが合いませんでした。
さあまだ国見が攻め込んでいきますが、ここで大きくクリアしました。さて静岡の代表清水商業のベンチサイド、ここでシュートです。しかし足塚、静岡第一テレビの木田アナウンサーが言っておりますが、木田さん、はい、試合前にですね、清水商業の選手 2,3 人に話を聞いたんですが、はい、今日の決勝より静岡県大会の決勝の方が緊張したと言ってましたね。そうですか。国見には公式戦では対戦がないんですが、練習試合などで1勝1分けと負けていないだけに自信たっぷりという感じでした、うん、大谷監督はヘディングが強い14番船越には4番小川がぴったり巻く、8番中島の左サイドからのドリブル突破には藤本が頑張って抑えろ、うちとしては両サイドからの突破を中心に攻めていこうという指示が出ていました。以上です。はい、堀池さん、はい、静岡県の決勝というのはそんなに緊張するもんですか？そうですね、やはり強いチームばかりいますからね。そうでしょうね、はい、もう本当に全国大会行った方が気が楽にやれるっていうのはありますよね。あ、そうですか、はい、もう本当に選手の皆さんにはもう楽しんでもらいたいですよね。あ、そうですか。決勝は、サッカーを楽しんでやってほしいと。はい、ただ田島さん、この決勝戦となるとね、はい、楽しむところまで余裕があるかどうかね。そうですね、でも、もうかなり試合数こなしてますからね。あ、そうですね、うん、左足のシュート、クロスバーのわずか上、いいシュートですね。伊藤です、はい、素晴らしいシュートを打ちました。今ちょっと国見のディフェンスがいいシュートですね、もっと吹ければ本当入ってましたけども、ただもう選手たち緊張してませんね、なんかこのプレー見てると緊張ありませんね、非常に伸び伸びとやってますよ。堀池さんおっしゃったように伸び伸びと楽しくやってるような感じに見えますね、これが伊藤です。清水商業は2本目のシュートを放ちました。国見はまだシュートがありません。まあ、田島さん、この決勝戦、はい、昨日の準決勝を含めて、立ち上がりで国見高校がダッシュをかけて先制点を取りに行くかなという感じに見えたんですが、そうですね、昨日は相手東国高校で、はい、初めての国立ということもあってですね、また連戦で非常に疲れているところで良かったんですけども、今日の清水商業相手にはなかなかそうはいかないと思いますね。まもなく前半の10分が経過しようとしております。0-0、両チーム得点なし。第72回全国高等学校サッカー選手権大会決勝戦、国立競技場、左にエンドを取った白いユニフォーム、白と黒の縦縞のユニフォームが国見高校です。長崎県立国見、そして今ボールを持って攻め込んでいる、右から左に攻めていくのが静岡県代表の清水市商業高校。さあシュート、佐藤のシュート。佐藤幸彦君ですね、はい、昨日も非常に中盤であまりボール触れなかったんですけども、はい、今日は最初から積極的にボールを触ってですね、いい展開をしてますね。攻撃にも参加してますし、そうですね、大滝監督の指示通り両サイドからえぐっていくような攻撃を見せました。堀池さん、ここまでの立ち上がり、清水商業はどんな評価ですか？本当に清水商業らしいというか、早め早めのパス出しで、はい、本当に調子がいいんじゃないかなと思いますよね。そうですか、はい、さあ国見ヘディングでつなぐチャンスか。さあここから丸田、センタリングです。17番の丸田のセンタリング、走り込んでいる選手はいませんでした。シュートの本数から比較しますと清水商業有利という感じですが、さあ足塚飛び出した、さあどうか、フラッグ、チャンスだ、チャンスだ、シュート、シュート、ゴール、ゴール、ゴール！清水商業先制点！清水商業が先制のゴールです！9番の藤本！前半の11分、ゴールキーパーが飛び出していました。今オフサイドトラップをミスしてるんですよね。はい、その前で川口くんがいいキックでですね、繋いでチャンス作りましたね。商業が先制点。決勝戦というのは先制点を取ったチームが圧倒的に有利です。国見の2連覇に黄色の信号が止まりました。さあ今度は国見の逆襲だ。清水商業落ち着いて中盤つなぐ、10番の安永にボールがつながりました。安永ドリブルだ。こちらが鈴木悟が走り込んでいます。さあこれインターセプト、今度は反撃です。岡村、岡村のドリブル、ドリブルで中盤突破していきます。さあ出た出た、シュート打てない、軌道へのパス、シュートは打てませんでした。
放送席、はい、先ほど得点を決めた藤本選手なんですが、先ほどですね、67回大会で清水商業が優勝した時のメンバーで現在日産横浜マリノスの山田選手にですね、試合前に思い切って頑張れよと声をかけたそうなんですね。はあ、はあ、この藤本、全日本ユース選手権決勝では1アシスト、そして昨日の準決勝では1得点と国立には相性がいいんですよと言っていたんですが、今日も1得点と頑張っていますね。そうですね、9番の藤本の先制のゴールでまず清水商業が先手を奪いました。国見高校が同点に追いつくのか、ここチャンスになるか。左の方向にボールが流れていきます。ここはタッチラインからのスローインになります。これが14番の船越、昨日は3点をマークしました。さあ、ロングスローだ。キーパー川口キャッチ。ユース代表の川口、が前線にボールをフィードします。田島さん、こうなると国見高校としてはとにかく次の1点を取らなきゃいけませんね。そうですね、ただもうこういう試合は何度も経験してるでしょうから、国見監督も選手もやり方は分かってると思います。随分積極的になりましたよ。そうですね、攻撃が。そうですよね、10分ぐらいまでは本当に横のパスが多かったんですけど、はい、1点取られた後本当に縦もう少し積極的に行くようになりましたね。小峰忠俊監督です。昭和20年6月24日生まれで48歳、船越雄三1年生。右足を痛めて思うように走れなかった去年の暮れでした。この大会に入っても出たり出なかったりということでフル出場はなかなかできません。今日はしかしこんなことは言っていられません。船越が落下点に行きましたが、タッチラインを割っております。194センチあるということでどうしてもヘディングというような印象があるんですけども、はい、アンダーセブンティーンでのチームですね、はい、一緒に行動を共にしたんですけども、非常に足のコントロールも非常に上手い選手ですね。あ、そうですか。ですけどもまだ横の方はまだ伸びても大きくなってませんから、本当5年後6年後は本当に楽しみな選手ですね、はい。今前半の15分経過、1対0清水商業1点リード。放送席、はい、グリーンのベンチなんですけれども、はい、今ですね、去年の OB の皆さんがたくさん見えてるんですけれども、はい、去年のキャプテンの、これはコーナーキックだ。去年のキャプテンの永井君ですとか、それから三浦君ですね、三浦君、それからディフェンスの永井君とか、いろいろ来てるんですけどね、とにかく三浦君は清水に対してはどこからでもシュートを打ってくるから全員のチェックが必要だというふうに試合前に話してくれました。なるほど。さあ、前半1本目のコーナーキック、清水商業、低いボールです。最初にボールに触れたのは国見高校の選手でした。さあ、これ振り向いてシュートはクロスバーか、ファインプレーだ。しかしこの4番の小川のシュートも見事でした。昨日もいいところで点を取っている小川、鹿児島実業戦で素晴らしいゴールを決めておりました。小川雅美3年生、2本目のコーナー、ゴールキーパー静香、去年の優勝キーパーです。さあ、静香出た、落として、よくキャッチしました。静香、この辺は落ち着いております。ここです。この2番の加藤がヘディングで合わせましたが得点には至りません。さあ、今度は国見高校、一旦戻す、ここからどこに上げるか、ここです、見ています。さあ、シュート打てるか。ディフェンダーに当たっておりますが、これはフリーキックだ。ハンドリングです。ハンドの反則がありました。直接フリーキックのチャンス。ちょうど22メーター。このフリーキックの地点から壁は10ヤード、9.15 メートル離れなくてはいけません。これを怠るようですと警告が出されます。さあ、誰が蹴るんでしょうか。15
10番の木戸か。守るのは川口。さあ壁ができた。シュート。国見商業の選手に当たって。さあまだ国見ボールだ。ロビングだ。左サイドにヘディングでつなぐ。川口よく出た。川口サインプレイ。川口がよく防ぎました。これが7番の岡村。さあ今のプレーですが、ここからいい判断ですね。川口大浜ですね、はい、3番の、はい、これが非常に攻撃も含めてフリーキックも多彩ですよね、両チームとも ね、まあ、この高校選手権の決勝戦にふさわしい試合の内容になっております。この対戦というのはインターハイ、それからこの選手権両方を通じても清水商業と国見高校という対戦はありません。これが初めての対決です。この清水商業は選手権過去2度優勝があります。決勝に出てきたのもこれで3回目、過去2回はいずれも勝っております。したがって決勝戦では負けがありません清水商業。さあまた縦1本足塚、清水商業が1点リード。さあまた佐藤君こういう形で持てたらいいですね、はい、ボールをですね、かなり中盤は清水商業がボールを余裕を持って扱っています。向こうがタッチラインを割っております。まもなく前半の20分を経過しようという時間帯、1対0と清水商業が1点リード。まだ国見はシュートが1本もありません。清水商業は5本のシュート。佐藤です。ついている岡村、7番中島、向こう側のタッチライン、これは国見ボールのスローインです。これが12番の佐藤です。東京は気温が 5.0 度、昨日より4度低い肌寒い感じになっております。湿度が 46%、 北東の風が3メートル。しかしグラウンドの上では非常に熱い戦いが繰り広げられております。今前半の20分経過、前半のちょうど真ん中です。40分ハーフで行われます高校選手権、高校サッカー前半40分のちょうど20分です。あ、木戸に今警告が出ました。さあそれではこの1シートを積み上げましたバックスタンドの模様を聞いてみたいと思います。1点リードされた国見高校の応援席には熊本県民テレビの小川アナウンサーが行っております。小川さん、はい、国見応援席はですね、サッカー部員70人に校長先生をはじめ学校関係者、そして今日の決勝はですね、はい、長崎県と国見町から清浦県教育長、平田教育委員長、それから松尾国見町長をはじめ町役場から5人の皆さんが来ております、はい、で先ほど先制点を許した直後はですね、さすがにシーンとなったんですが、あとは私非常に大きな盛り上がりを見せております、うん、でブラスバンドといったそういった派手な応援はないんですがね、はい、まあ、力強い男らしい肉声の応援が続いています、はい、一方1点をリードしました清水商業の応援席には静岡第一テレビの栗原アナウンサーが行ってますが、栗原さん、はい、清水商業応援席も今日は全総力を結集しましてですね、はい、静岡からなんとバス47台で2000人の応援団が来ています。もう相手の応援もですね、全く聞こえないほどの大声援です。はい、まあ、清水といえばエスパルスの街ね、堀池さん、はい、今清水の街はきっと静まり返ってテレビの画面の前という感じの人も多いでしょうね。そうですね、多分街は人が歩いてないんじゃないですかね。あ、そうですか、はい、まあ、昔からその清水というところはエスパルスが誕生する前から、ずっとずっと前から、そうですね、僕らが高校サッカーやった10年前からもきっと今と変わらなかったと思うんですけどね、はい、うん、清水商業が1点リード。さあ国見高校同点に追いつくか。ゴールラインを割りました。今井さん、はい、
それでですね、この清水市の方でも、JR 清水駅前の商店街の一角にある山田ラジオ店ではですね、25インチのテレビをお店の前に出して、5、60人がテレビ観戦をしているということなんです。1店目が入った時には大歓声が上がったということです。そうですか。何かあの清水の方々はエスパルスが J リーグで優勝できなかった分清水商業に頑張ってほしいという意見もあるんですがね耳が痛いでしょう、堀池さん。痛いですね。まあ、そういった意味では今日は堀池さんは清水商業を応援しなきゃいけない立場にもあります。ここまでご覧になってていかがですか。1点リードしてますが。そうですね、まあ、確かに1度リードしてるんですけど、はい、それ以外はそれほど大きく崩してるっていう場面はないと思うんですよね。でも球離れがすごく早いですからね、はい、もう今まででこの通りにやっていけば2点目も取れると思いますね。なるほど。田島さん、国見高校としてはまだシュートを打てませんね。非常にあのディフェンスのチェック早いですね、はい、清水商業の。それをあの戸惑ってですね、突破できてない状態ですけども、逆にあの国見高校はじわじわとですね、後半にかけて力を出してくると思いますけどね。あ、そうですか。そういう意味であのこの調子のいい時にあの清水商業点数追加で取りたいですね。あ、なるほど。そう読んでらっしゃいますか。やはりあの後半スタミナがある国見の方が巻き返しのチャンスがありと。あのもちろんあの清水商業の方もスタミナあるとは思うんですけども、昨日かなりきつい試合をしてますし、そういう意味ではあの国見このままでは終わらないだろうなと思いますけどね。あ、なるほど。本当にサッカー、高校サッカーは80分ありますからね、全員と合わせて、もうあの80分終わった時に勝ってればいいわけですから、もう慌てる必要もないと思いますね。あ、その慌ててるという感じはこの国見高校のイレブンからはそういった印象を受けません。これが14番の船越です。今井さん、はい、国見応援席ですがね、地元国見高校の様子です、はい、今日は学校が休みなんですがね、学校の図書館を開放しましてね、29インチのテレビにおよそ70人の人が集まりまして、大きな声を出しながらテレビ観戦、声援を送っております。また国見町の商店街でもですね、また大型テレビを設置しまして、町民の皆さんがテレビに向かって声援を送っております。あ、そうですか。その声援がこの国立競技場までおそらく届くでしょう。これが国見の応援団席です。ヘッドでつなぎます。クリアする成田。あ、ここで笛です。清水商業に反則がありました。後ろから押しましたか。まあ、先ほど田島さんの方から、はい、そのまあ、去年アンダーセブンティーンのチームと同行してというお話がありましたが、はい、まあ、17歳以下の選手のサッカーの世界選手権が去年日本で開催されて、日本はベスト8に入って、これも大変な成果を上げました。そうですね、よく頑張ってくれましたね。あの堀池君の代表チームも本当に頑張ってくれたんですけども、ちょっと目立ちませんでしたけども、アンダーセブンティーンもよくやってくれました、はい。で、まあ、今年はアメリカでワールドカップが行われます。そのワールドカップの審判として候補に上がっているのが、日本からは現在主審を務めている小畑慎一郎さん。この小畑さんは選手権の決勝戦を吹くのは初めてということです。まあ、今年はイエローカードがちょっと多いなというような話を向けますと、まあ、小畑さんは結果としてそうなったんでしょうと、やはり危険なプレーにはイエローカードは審判としては出しますということで、まあ、結果的に今年は多かったと思いますというお話でした。さあ、清水商業の攻め、キーパーの足が出ます。まあ、今年はアメリカでのワールドカップ、その後はフランス、はい、そして2002年には国際サッカー連盟はアジアでワールドカップを開催したいという意向を持っているようですが、まあ、日本も立候補しておりまして、その2002年のワールドカップ日本開催の実現に向けて、ワールドカップフレンドリークラブでは会員を現在募集しております。会員の方々のお名前は日本サッカーファンの署名として国際サッカー連盟に提出されます。詳しくは東京03-3746-2002番ワールドカップフレンドリークラブ事務局までお問い合わせください。ご覧の宛先です。お問い合わせ先です。それからもう新春恒例となりましたニューイヤーユースサッカーが、今年もドイツの名門アイントラハとフランクフルトユースを迎えて、東京、静岡、名古屋で行われます。第1戦は1月15日の駒沢陸上競技場での対戦相手は、この試合に勝った優勝チームということになります。ブンデスリーガーと J リーグの予備軍同士の対戦ということになります。どうぞお楽しみにしていただきたいと思います。国立競技場は、関東の学校がこの選手権、このベスト4にも残れませんでしたが、決勝戦ご覧のように
超満員と。そうですね、先ほど空撮ですね、ヘリコプターの映像でもご覧いただきましたが、超満員に膨れ上がりました。長崎県の県立国見高校と静岡県の清水市立商業高校の間での決勝戦。丸太17番、鈴木悟シュート。左足が得意な鈴木悟が右足でシュートを打ちました。これが6本目のシュート。この鈴木は福山伊予戦でヘディングで競り合った際に左の目の上を打撲いたしまして、まるであのボクシングの試合の後の選手のような感じになってますけど、ちょっとあの見にくかったんじゃないかなと思いますけども、それが腫れてましたね。まあ、昨日よりは今日の方が腫れがそれほどひどくないようですが、しかし昨日もフルにプレーしました。いいプレーを見せました。はい、この鈴木悟なんですが、昨日はですねほとんど目を閉じている状態で左目は全く見えなかったそうなんですね。そうですか。今日は腫れも少し引いて上の方が見づらいが随分見えるようになったと言っていました。以上です。まあ、本当にこういう大舞台ですから、いいコンディションで悔いのない試合をやらせてあげたいと思うわけですが、まあ、鈴木悟もだいぶ回復してきたという話です。さあ安永から鈴木悟だ、ニエットシュート、どうか、いや、わずかに左だ、わずかに左、鈴木悟です。田島さん、左足でなかった分、はいね、コントロールがつかなかったんでしょうか。はい、その前のこの安永のスルーパス良かったですね。はい、まあ、今日小峰監督に、清水商業の選手で特にマークする選手はという質問をしましたら、やはり10番の安永の名前が真っ先に出てきましたね。ただその安永よりもむしろその両脇を固める鈴木悟、あるいは藤本、こういったところが今日は何かやりそうな感じ。そうですね、まあ、実際藤本君言ってたりましたしね。放送席、はい、その国ベンチなんですけれども、国監督先ほど立ち上がりましてですね、これまであの膝にコートをかけて試合を見ていたんですが、そのコートを下ろしまして立ち上がって丸太君にですね17番ですね、あまり細かいことをするなという指示を出していました。さあ、清水商業が中盤ボールをつなぎます。ここにプレッシャーをかけに行く国見の選手の姿がありません。これがちょっとボールを早く回してるからかけられないんですよね。かけられないんですよね。これだけ球離れが早かったらやっぱり狙いどころがないというか。なるほど。もう行けばパス出されるし、どうしようもないですよね。そうすると国見本来のサッカーをするチャンスさえ奪われているということですか。まあ、今のところあの清水商業はいいサッカーをしてますね。はい、パークでインターセプト、安田が10番、安田がシュートス、佐藤がシュート打てない、鈴木悟ありませんでした。もう一回、今日はよく右足に行きますね。ね、本当ですね。今前半の30分を経過しました。前半の残りが10分、ここは1-0、そのまま前半は終わりたい清水商業、同点に追いつきたい。さあ、船越は川口のジャンプ力です ね、 ね、判断、判断のいいジャンプを見せました。川口、あの清水商業の方はあのしっかりとしたあのゴールキーパーコーチというのを置いてますからね。そういう意味では非常に川口君成長してますよね。あ、なかなかあのゴールキーパーの指導というのはやりにくいんですよね。あの専門の方じゃないとですね。素晴らしいですね。ですから高校の監督の方もゴールキーパー出身の方は別として、それ以外の方は非常に苦労なさっているようです。さあ、どうか、10番の安田サポート欲しいですね、早く。インターセプト、しかしまだ攻撃続く新商業だ。さあ、鈴木の左足、あ、ハンドです、ハンドで す、 ハンドです。国見の選手にハンドリングの反則がありました。3番の大浜か、主審の小畑さん見逃しません。ここです、ここで大浜、あ、確かに左手に触れています。今は左足のシュートでしたよ。そうでしたね、今度は左足、はい、これで PK を取りました。さあ、11m のペナルティースポット、ゴールまでは 11m。 さあ、 PK だ。鈴木悟蹴った、止めました。足塚ファインプレイ、8割以上の確率でペナルティーキックは成功するんですが、止めました。救われた大浜、これです。
堀池さん、はい、堀池さんなんか今嬉しそうな顔してましたが急に顔色がこうなってしまいました。さあ1対0のままコーナーキックです。キーパーがセービングしたボールがゴールラインを割ってコーナーキック。3本目前半清水商業です。蹴ったキーボールだ。上でワントロップして上見てシュート打てるか、出ません。シュート打てない。クリアした、クリアしました。最大のピンチを防ぎました国見。さあここからカウンターだ。カウンターをかけたい。前線にボールを送る。走り込む木戸、10番の木戸が走り込む。しかしヘディングでバックパス、ヘディングでのバックパスはキーパーは手を使えます。まあ、これで面白くなるんじゃないですかね。そうですね、もう 2-0 になったら勝つためには3点取らなきゃいけないですからね。その通りですね、はい、まあ、1-0 だったら2点取ればいいですからね、はい、2点は可能性ありますよ。今日のゲストは清水エスパルス、そして日本代表のディフェンダー堀池拓海さん、解説は日本サッカー協会強化委員の田島幸三さんで決勝戦をお伝えしております。1対0と青いユニフォームの静岡県代表清水商業が1点リード。今最大のチャンス、ペナルティーキックを秋塚がセーブしました。今井さん、はい、国見応援席ですかね、キックを止めた瞬間ですね、はい、応援団席全員立ち上がりましたね。あ、そうですか。大きなり旗を振ったり、まるで同点に追いついたかのような勢いでした。そうですね、この PK を制したのは非常に大きい。この後試合にどんな影響を与えるか。左サイドから中島です。中島5番、2番の加藤がついています。5番の中島、これ清水商業がボールをキープする。12番の佐藤、国際代表選手前線にリード。安永がこの落下点だ。安永、そしてフォローする鈴木悟。安永右足でシュート打てるか、うん、これはノーホイッスルだ。ノーホイッスル、大幅がクリアして前に送っております。さあここで清水商業に反則があって一度のフリーキック。宮崎戻す、大浜が前に出す。船越には通らない。14番の船越の出番がまだ回ってきません。まだ時間があった、後半もありますしね、あまりこう船越の頭にこう泡っていう意識持たない方がいいと思いますけどね。しっかりつないでいけば、うん、僕は国見の技術からすると、はい、崩せると思うんですけどね、はい。これが船越です。194cm、足のサイズは 29cm。 放送席、はい、クリーンベンチですが、今もお話あったように、特に一つ一つのボールのつなぎを丁寧にしろというのは国見監督が常におっしゃっていることなんですよね、はい、まさにその通りだというふうなことです。さあ、マイカの左です。ちょっと当たりどころが悪かった。ゴールラインを割っております。ゴールキックに変わりました。17番のマルタ、この大会は2点を叩き出しております。 175cm、65kg。 そして船越は昨日3得点、 194cm、80kg。 解説の田島さんはまだまだこの船越に集中してボールを集めてという戦術は後でもいいだろうということです。足元にぶつける分にはいいと思うんですね。ポストプレーで、それで落としたボールをまたつないでいくという形で、はい、頭とこう合わせない方がいいとは思いますね。この時間でしたら川口のスパイクシューズの紐が緩んで今締め直しました。前半の残りが5分を切っております。40分ハーフの前半、1対0と清水商業が1点をリード。残り5分を切っております。これが9番、先制ゴールを挙げました藤本、この大会2点目。さて、この高校選手権は民間放送47社で、共同制作でお伝えしております。毎年この民間放送47社が共同で、この大会を中継、皆様のご家庭にお伝えしておりますが、このスタンドのリポートというのを今日は配しまして、そのスタンドリポートをテレビ岩手の柴柳アナウンサーが担当しておりますが、柴柳さん、はい、柴柳です。私は応援席ではなくてメインスタンドの方に見ているんですけれども、はい、先ほどのゴールキーパー静香のファインセーブ、メインスタンドが大きく揺れました。そうです。今日は場内空席は全くありません。立ち見のお客さんもたくさんいらっしゃるほどなんです。あ、そうですか、はい。そして今年はですね、今大会のキャッチフレーズ、サッカー未来人ですよね、そのサッカー未来人の作
者である鈴鹿康成さんが今日メインスタンドでこの決勝戦を観戦しています、はい、滋賀県在住の方でデザイン改革関係の会社に勤める27歳の方なんですけれども、実は今月の30日に結婚式を挙げる幸せ未来人でもあるんですね。あ、そうですか。今日は婚約者の西田時子さんと2人での観戦です。国立競技場も初めてということです。でこのサッカー未来人、通勤の電車の中で浮かんだということなんですけれども、はい、さあどうぞ。はい、印象に残っている未来人は 誰ですかと聞きましたら、国見の船越選手と言っていました、はい、ただ高校時代は無名でも将来活躍する選手はいっぱいいるから、という点では参加4019校の選手全てがサッカー未来人じゃないですかというふうに話してくださいました。なるほどね。以上です。はい、テレビ岩手の柴柳アナウンサーのリポート。サッカー未来人、ね、非常にいいキャッチフレーズ。前半の残り時間がもう2分少々となってまいりました。前半40分の残り時間、あと2分少々です、まあ、去年が始まりの予感でした。そして今年がサッカー未来人、まあ、ある意味では、あ、これまた清水商業チャンスだ。安田が突っ込んでいきます。堀池さんも11年前は未来人だったんですよね。そうですね。それがこれまた清水商業チャンスですが、うん、この辺はよく集中しております。現在は J リーグで活躍されております堀池匠さん、本当に早いですよね。そうですか。10年経ちましたからね。あ、10年一日のごとしてよく言いますが、やはりその印象としてはずっとサッカーをやってきて、早いなという感じがしますか。そうですね、本当に早いなという気はしますよね。あ、この方がサッカー未来人とお考えになった人ですね。婚約者の方と一緒に観戦中ということです。さあ国見チャンスか。前半はどうやらこのまま1対0のまま終わりそうな雰囲気ではありますが、しかし国見としては同点に追いついて折り返したいところです。中央に早くが船越君に合わせているものですからね。田中君が今日は5番の清水商業の田中君がですね、リベロで非常にいいカバーをしてますよね、だからちょっと崩せないですね。なんとかサイドから崩したいところだと思うんですけどね、今日は清水商業のディフェンス非常にいいです。そうですか、はい。まあ、この1点というのは国見高校のいわば自らの点ですからね。清水商業は、ね、はい、完璧に崩して取った点ではありません。そうですね、まあ、そういった意味では内容的に互角と見ていいでしょうか。そうですね、まあ、後半この船越の爆発というのがあるかもしれません。あと前半残り時間30秒となりました。前半はほとんどもう残り時間がありません。清水商業鈴木悟、さあボールカットした軌道前に出す清水商業、またチャンスだ。シュートを出すがここで沖縄のタッチラインに逃れました。中島です。藤本、9番の藤本、先制のゴールを奪いました。今手元の時計で40分を経過しました。あとはロスタイムということになります。もう時間はありません。前半1対0清水商業リード。さあ終了間際どうか、足がこぼした。さあシュートはどうか、おっ、コースに当たった。ヘディングでクリア。もう1回安田が、あ、シュートは打てない。もう1回シュートが、波状攻撃、安田が振り向いてスタート、どうか、ダメだ、左に切れました。12番の佐藤が最後のシュート。田島さん、国見はついてるんでしょうか、はい、それともどうなんでしょうか。もう決まるかと思いましたけどね、でもよく守りましたよ。堀池さんはなんで入ってないんだっていうような不満そうな顔をしておりますが、ここで前半の40分を終わりました。さて清水商業の先制のゴールをここでご覧いただきましょう。これです。足利が出てオフサイドトラップのミスだということでしたが、はい、これです。その前ですね、はい、まあ、でも落ち着いて決めましたね藤本君。そうですね、前半1対0で清水商業が1点をリードして前半を折り返しております。この放送は民間放送47社の共同制作で東京国立競技場からお送りしております。いよいよ後半の40分のキックオフを待ちます東京の国立競技場です。第72回全国高等学校サッカー選手権大会、今日が決勝戦ファイナルです。1対0と清水商業、静岡県代表が1点をリードして後半に入ります。川口、神
督イレブンから全幅の信頼を受けているこの川口、後半は清水商業のキックオフです。佐藤が前線に蹴り出しました。果たしてこの40分間で決着を見るのか。1対0と清水商業リード。エンドが変わって右にエンドを取ったのが国見高校長崎県立国見、そして左にエンドを取ったブルーのユニフォームが静岡県代表の清水市立商業高校。立ち上がり、後半の立ち上がり、国見陣内に清水商業が攻め込んでおります。もっともっとストップストップ。10ヤードの 9.15 メートルの距離を置いて壁を作る2人の壁。キッカー12番佐藤、さあ振り向いてシュート、これはクリアしました。国見がクリア、しかしまた佐藤だ。ここで足がかかりました。フリーキックのチャンス、清水商業。中島がスライディングタックルに行きました。また佐藤です。静か、ヘディングでクリアした大浜。向こう側に流れています。2番の加藤が追いつきました。ドリブルです。クリームベンチなんですが、ハーフタイムの指示をお伝えしたいと思います、はい。ボールの支配は、かなりうまくいっている、これはこのままで良いと、はい、いうような中で、2点ほど注意がありました。ディフェンスがもたもたしているので、動きをもっと素早くしろという指示、はい、それから、パスのつなぎも早く しろということですね、はい。このつなぎの部分でいつも引っ掛けられているので、この辺特に注意したということです。はい、以上です。はい、商業がチャンスです。ペナルティーエリアの外側シュート打ってきた。放送席、はい、清水商業大谷監督なんですが、昨日とはですね打って変わりまして厳しい表情、無言でロッカールームに引き上げてきました。キャプテン川口もですね、苦しいな、ゴールが決まらないんだもんなと苦笑いしていました。大谷監督はですね、1点入っているからね、前半と同じ調子でいけばいいとおっしゃっていましたが、そしてですね、後半立ち上がり10分集中していけと選手に激を飛ばしていました。以上です。はい、さて田島さん、今の、はい、両チームのね、はい、ハーフタイムの指示その他、いかがですか。小峰監督はですね、大事につなげってことをおっしゃったようですけど、まさしくそうですね、しっかりとつないで、はい、サイドを崩すようなですね、そういう攻撃仕掛けてほしいですね。最後の崩しでどうしてもドリブルに頼ってるんですよね今。そこを清水商業のディフェンスに引っ掛けられてますから、逆にそれで危ない場面、あ、チャンスですね。はい、ヘディングシュート、逆に危ない場面作られてますからね。で、清水商業の方はちょっと嫌な雰囲気じゃないかなという気がしますね。あ、そうですね。追加点が取れなかったの、チャンスがあるにも変わらず取れなかったってことは、やはり大谷監督にしてみると嫌な雰囲気だったと思いますね。国見高校のメンバーをご覧いただいております。前半のスターティングイレブンと変わりありません。メンバー変更はありません。まあ、やはり勝負ということにこだわって話をすれば、チャンスがありながら点に結びつかないというのはこれは嫌でしょうね。そうですね、ただディフェンスは非常にいいですね今日の清水商業の。あ、今のところ火の打ちどころのないディフェンスですか。はい、よく抑えてますし、バランスのいいディフェンスをしてますね。はい、岡村前線へ船越、さあ元田、この辺は細かくパスをつないでいきたいところですが、なかなかつながせてくれません。解説の田島さんは、はい、昭和51年の正月、それから、はい、52年の正月はもう大学生でしたが、はい、浦和南高校が連覇を成し遂げましたね、はい。まあ、その大阪での最後の大会の優勝の時のキャプテンなんですが、この試合も逆転優勝。そうなんです、先に点を入れられたんですけれども2点取って逆転しましたから、はい、そういう意味ではまだ国見のチャンスあると思いますね。そうですね、さあまだチャンスは続いている。国見逆サイドまで来るか、うん、来ない。中島が待っておりましたが逆サイドまでは来ませんでした。放送席今井さん、はい、スタンドリポートの柴柳です。はい、帝京高校の小沼前監督が、スタンドで観戦しているんですが、前半終わって聞いてみたんですが、国見の選手は一人一人がボールを持ちすぎている、能力があるのは分かるけど同じ能力のある清翔の選手はあえてそれをせずに簡単にゲームを組み立てていると、これが清翔ペースになっている原因だろうということです。ただ PK も外れて運は向いてきている。後半20分までの攻防がポイントということです。あ、そうですか。そういった意味で
ては大滝監督、清水商業の大滝さんが指示した後半の10分間集中していこうというのは、これは的確な指示ということになりますね。そうですね、はい、これが清水商業のメンバーです。後半も変更はありません。後半の5分を経過しました。放送席、はい、クリーンベンチです。メンバーがちょっと動きそうなんですよね。あ、そうですか。フォワードの15番田尻君と、はい、同じくフォワードの19番森本君にアップの指示が入りまして、うん、今アップしております。あ、この辺はちょっとリズムを変えていこうという、そうでしょうね、小峰監督の作戦でしょう。ただ投入するタイミングが難しいですね。まあ、そういう意味では早く同点に追いついて、はい、そのきっかけをつかみたいというところでしょう。ただ国見はこうやってですね、はい、スローインやコーナーキックで非常にいいパターン持ってますから、生かしたいですね。はい、中島ロングスロー入れた。キーパータイミングでいいタイミングで飛び出しました川口。今ちょっと川口が船越君の動きにつられてですね、前にちょっと出過ぎてためにちょっと遅れたんですけども、いろいろ考えてますね、国見の方も。船越を、まあ、ある意味ではおとりで使おうかというような作戦もあるようですね。放送席、はい、清水商業ですね、7番西条がアップしていますね。西条が鈴木悟に代わってですね、後ほど出てくるかもしれません。鈴木悟はですね、前半 PK を外しましたよね。かなり落ち込んでいる様子が、そうですね、そういった意味で交代させようかということでしょうか。やはり田島さん、そういうことってあるんですかね。逆に頑張ってほしいですけどね、今こうやってボール持ってますけど、そうですね、自分の失敗をこのフィールドで取り返してほしい。さあ、足がキャッチ、今のも惜しかったですよ。こういうプレーどんどんやってほしいですね。今井さん、はい、国見応援席ですがね、国見町の松尾幸之助町長がスタンドから声援を送っております。で、国見の初優勝の決勝の時から毎年ずっと、この国立に来ているそうなんですけどね、私が来たからには負けませんとおっしゃってました。そうですか。はい、で、今日勝ちますとね、町役場に優勝の上りが掲げられると、はい、こういうことだそうです。その上りの準備も進んでいることでしょうが、ここで交代メンバー田尻でしょうか、ユニフォーム姿に変わります。国見高校は選手の交代があるようです。1対0と清水商業1点リード。前半の11分に国見高校のオフサイドトラップミスから挙げた1点。ここでフリーキック、これが元田、キャプテンの元田。さあシュート、これは相手が守りの準備をする前に打とうという中島の積極的なシュートでしたが、これは外れています。放送席、はい、清水商業の応援席ですがね、全国大会も初日から来ていた応援団からは、とにかくあと1点取ってほしい、1点取れば大丈夫だろうという声が出ていました。次の1点ということですが、ここで15番の田尻が出てまいりました。放送席、はい、10番のフォワードの木戸君と交代するようですね。あ、そうですか。まあ、木戸は身長もあって非常に高さも使える選手なんですが、ここであえて小柄な田尻を起用します。まあ、しっかりつないでいこうということだと思いますね。佐藤がシューパスを出しましたが、これは通りませんでした。よく守っています。尾崎、これまたワンツーです。国見がかろうじてこちら側のタッチラインに逃れました。ここで10番の木戸に代わって15番の田尻を投入します。国見高校、国見高校は2年連続4回目の優勝を狙います。木戸から田尻へのチェンジ。この15番の田尻は去年優勝した時のメンバーです。そういった意味では国立競技場のグラウンドにも慣れています。雰囲気も知っています。田尻を入れてムードが変わるか。さあ藤本持ち込んで安永のパスはつながらない。前線に出します。そうですね、こういうふうにしっかりつないで、はい、岡村、ちょっといいリズムになってきましたか、国見の方は。そうですね、もっとしっかりつないだ方がいいですね。はい、清少 の、 あのディフェンスラインのところ間際でですね、はい、これが清水商業。あ、ここから船越がサポート早くグラウンド入れてシュート。あっと、これは清水商業の選手に当たってませんか。ゴールキックですね。このシュートがもし清水商業の選手に当たってゴールラインを割りますとコーナーキックということになるわけですが、船越です。大浜に当たってから出たんでしょうか。清水商業前線、安永、向こうが鈴木悟が走る。鈴木悟がセンタリング、
キーパーの足がキャッチ。今のような左から切れ込む、あるいは右からという両サイドからの攻撃が目立っております。清水商業、後半の10分経過、試合の残り時間があと30分となりました。この30分間で国見が同点に追いつくか、あるいは清水商業が追加点を取るか、次の1点がいずれにしても勝負になります。放送席、はい、国見のディフェンスに対してなんですが、大谷監督はですね、はい、九州のチームは縦の攻撃に対するディフェンスはできているが、うん、両サイドを使って横に揺さぶられると弱いとおっしゃっていました。さあドリブルだ、岡村のドリブル、国見のフリーキック、これが船越だ。船越に合うかどうか、キャプテンの元田がボールをプレースしてこれから蹴ろうというところ、元田が蹴りました。さあ船越に合うか、こぼれ球を狙った船越、まだ国見高校のボールを、ここで元田、キャプテンの元田、ゲームメーカーとして活躍しておりますが、まだこの試合では点がありません。向こう側に流れた宮崎、清水商業が前線にボールを出し、安田が蹴りました。一旦戻す国見、また元田だ、中央へ、船越へ、ボレ球を狙いますが、なかなかその中手に選手がいない。元田が突っ込んでいった、うん、シュートまでいけるか、すいません。清水商業のチェックが早い。これ8番の伊藤が前線にボールを出した。さあキーパー出ている、どうか、キーパーが足で向こう側のタッチラインに逃れました。足塚、足塚高尾3年生、去年の優勝した時のキーパー、クリアしました。田尻、この辺激しいボールの奪い合いです。14番の船越。今井さん、はい、清水商業の応援席にはですね、清水市の宮城島市長も駆けつけていまして、はい、サッカーの街清水として今日は何としても勝ってほしいと言っていました。さあ12番の佐藤源明がゴール前に。放送席、はい、スタンドでは昨日の準決勝で清水商業に敗れた鹿児島実業の 1,2 年生の選手たちが武田監督とともに観戦しているんです、はい、昨日 PK 合戦を演じた清水商業を応援したいということで清水サイドで観戦をしております、まあ、キャプテンのジョー君たち3年生は今日自由行動で来ていないんですが、1人だけ昨日の試合で2得点を挙げた。さあ君チャンスか、シュート出ません。はい、途中怪我で野見山ですか、はい、野見山君が感染してるんです、はい、で今野見山君はここまで5得点して3得点王なんですね。そうですね、はい、このまま取れれば一生の思い出になるから、この試合この後あんまり正直言って点が入ってほしくないと話しています。小さな子供たちから大量に会っていました。今もその姿をカメラがきっちり捉えました。野見山が小学生でしょうか、差し出すボールにサインをしておりました。サッカー未来人、まあ、この高校生たちがいずれ堀池さんのような J リーグの選手になる人もいれば、あるいは大学に進む人もいれば、いろいろ進路は様々です。しかしこういった大舞台で人生のいい経験になりますね。そうですね、決勝以外もこの大会参加したところはずれてですね、サッカー好きで行ってほしいですよね。はい、そう、まあ、清水商業の大滝監督もやはりこれは将来を考えた上での指導なので、高校時代に勝つ負けるは関係ないと言っておりましたが、このシュートも浮いてしまいました。清水商業、12番の佐藤です。まあ、高校時代で終わってしまうということはまずありえませんからね。そうですね、特に清水は堀池君たちもそうですけれども、順調にみんなJリーグの選手として活躍してますからね、多くの選手が、はい、今清水商業での OB で J リーグで活躍するのは12名ですかね。帝京と並んで一番多いわけですが、すごいですよね、まあ、それについて大滝先生に話を伺っても、まあ、これは結果としてそうなっただけですと、そういう選手を育てようと思って育てているわけじゃありませんよということでした。それにしても関東の代表校が敗れて長崎と静岡の対戦になっても国立競技場は超満員に膨れ上がりました。高校サッカーの決勝戦、さあ清水商業1点リードが今チャンスを迎えております。切り込んでいって折り返した、しかしゴールラインを割って、これはゴールキックになります。まもなく後半の15分になろうという時間帯です。
6日の準々決勝の時に福山伊予高校との対戦でこの目の上を強打いたしました鈴木悟、だいぶ腫れは効いてきましたがまだ痛々しい表情です。ヘディングで捨てるのは清水商業の方がやや優位か。元田身長は低いがファイトはあります。ロビングになって足元に落として安永、ここから君は反撃したい安永、この辺のボールが速い安永受け取りたい、さあ安永、安永ダメです、シュートは打てない。後半の15分を経過、残り試合時間が25分です。25分間で決着を見るのか、次の1点がいずれにしても勝負の分かれ道、国見が同点に追いつけば勝負の行方は全く分からない。清水商業が追加点を取れば清水商業3度目の優勝に大きく近づきます。もっともっとあれですね、国見の方はあのボールを持っている人に対してサポートを早くしないとダメですね。あ、なるほど。1人のボールの持つうまさっていうのはあると思うんですけど、はい、周りがもっとサポートしないと気を上に潰されますね。そうですね。さあここはチャンスだ、低いボール清水商業、地元では清商と呼ばれております。清水商業さあさあ船越シュート、キーパー川口、キーパーの川口、中島君良かったですね。中島、まあ、はい、反転で船越はその後ろにいましたが、わずかに、まあこれは川口のポジショニングが良かったということなんでしょうね。まあプレッシャーが強かったですよね、はい、注意に打てませんでしたよね。川口、吉勝、大田監督は吉勝と、非常に、まあ、今年のチームは手作りのチームだと大田監督は話しています。この清水商業というチームは、まあ、周りに清水東高校、堀池さんの母校であります清水東高校もライバル校、静岡県というのは高校レベルでも大変に高いレベルの学校が揃っております。さあ鈴木悟、センタリングだ、選手は走り込んでいない。この鈴木悟からセンタリングを供給する機会がこの試合で非常に多くなっています。まあ、それだけ国見のマークがやや緩んでいるのかもしれません。放送席、はい、その国見ベンチなんですけれども、今小峰監督ちらっと時計を見て時間を気にしまして、表情が少し硬くなってまいりましたね。そうですか。とにかくもうちゃんとつないでいけという指示がどんどん飛んでいます。これが滝上部長です。そして一番画面の向こう側が小峰監督です。7番の岡村張り付いています。この辺が先ほどあの堀君が言ったところなんですよ ね、 ね、サポートしっかり入ってればですね、いろいろ取られないで済むと思うんですけども、そうですね、今全部取られて速攻を食らってますからね、もっと周りが早くサポートしないとダメですね、はい、それから提供の小沼貞夫さんのコメントも入ってきましたが、先ほど入りましたが、やはり国見の選手はボールを持ちすぎであるというような指摘もありましたね。そうですね、まあ、持たざるを得ない状況に追い込まれているんだと思うんですけれども というのはパスのコースを全部 ないですね、サポートがないですから。内本上げた、さあヘディングは安永のヘディング、今いいボールを入れましたね。そうですね、はい、内本からいいセンタリングでした。これです、ちょっとカーブをかけて9番の1年生の川口のマークについておりました。昨日は準決勝で先制のゴールを挙げた川口、1年生の3人が君はよく昨日点を取りました。さあ佐藤のコーナーキック、後半1本目、清水商業ヘディングセル、ダメだ、シュートは打てない。放送席、はい、クイーンのベンチです。先ほど木戸君にか、田尻君に代わって、こちらにチェンジしてまいりました。木戸君のコメントが入ってまいりました。はい、とにかくですね、動かなかったのは仕方がないということなんですが、清翔のプレッシャーがきついが、点は取れないことはない、田尻君には頑張ってほしいという、うつむき加減で話していたそうです。なるほど。キャプテン元田、左に叩いた岡村、ボールをつなぎたい、あ、つながらない。岡村から田尻へのパスがつながりませんでした。現在15番の田尻と14番の船越が2トップ、丸太がヘディングでキーパーの足塚に返しました。その足塚が大きく蹴り出しました。さあ前線ヘディング勝ったぞ、船越だ、14番の船越、14番新村が向こう側のタッチラインに逃れました。これが14番船越、194センチ、
アンダーセブンティーンの日本代表、去年はその17歳以下のサッカーのワールドカップが日本で開催されました。このセンターフォワードとして活躍した船越、自分の学校に戻って決勝戦に駒を進めてまいりました国見高校。後半の20分を経過しました。試合残り時間があと20分、この20分で得点は動くか。1対0のまま清水商業が逃げ切るか。去年優勝した国見高校がこの選手権連覇をかけて決勝戦まで駒を進めてまいりました。しかし今のところ後半の20分を経過して1対0と清水商業が1点リード。夏のチャンピオン国見高校が苦しんでおります。さあ安永だ、安永右足シュート、クロスバーの上を越えました。今井さん、2年生の安永、はい、国見応援席ですがね、国見応援席には応援団の秘密兵器、はい、エアホーンが用意されているんですね、はい、あの圧縮空気で大きな音を出すあのホーンなんですけどもね、はい、これあのゴールが決まりますとね、このエアホーンがぐっと大きな音を出すんですけどね、早くこのエアホーンの音を聞きたいですね。あ、まだ聞かれませんね、残念ながら。放送席、清水商業ですね、平野選手が全員アップし始めました。大谷監督はですね、はい、前半は何度か指示をすることはあったんですが、後半ですね、一言も言葉は発していません。ずっと試合を無言でご覧になっています。ということは堀池さん、はい、今このサブの選手がアップしてますが、監督が無言でいるということはそれだけ満足しているということでしょうね。そうですね、満足はしないと思うんですけどね、はい、まあ、ただ田島さん、はい、もしあの納得いかなかったらいろいろ声を出しますよね、監督というのはね。もう我慢するのも大変でしょうね。まあ、高校サッカーの監督は耐えることですというふうに言った監督もいます。さあ、国見がチャンスだ。向こう側に流れている。あ、2人ちょっと選手が倒れています。画面でも今捉えましたが、ここで主審の小畑さんが一旦ゲームを止めます。頭と頭がぶつかったんでしょうか。6番の鈴木信之と、それからこれは元田でしょうか、キャプテンの元田のようですね。キャプテンの元田は、まあ、ゲームメーカーとして、このチームの中でも非常に、そうですね、活躍している選手です。中心選手です。頭から出血しているようですね。切れたんでしょうか。菊田コーチとそれから小峰監督、元田は1試合終わると、まあ、ゲームメーカーとしてボールをいろんなところに出さなきゃいけないんで頭が疲れるんですと言ってました。放送席、はい、その元田君なんですが、どうも頭の後ろの方を切っているようですね。また詳しく入りしてお伝えします。はい、したがってここで変えるか、続行できないというふうにドクターが判断すれば変えるでしょう。森本を入れるんでしょうか。元田、ここは無理しない方がいいでしょう。将来ある選手です。あ、タオルが赤く血で染まっております。放送席、今井さん、はい、ここで6番の浜くんがアップを始めました。ここで交代するかどうか。担架に乗せられた元田、あ、かなり痛そうですね。あ、6番をつけた浜ですね。浜を交代要員として今グラウンドに送り出します小峰監督です。これで2人、まあ、今年はリザーブの選手9人をベンチに入れて、その9人の中から2人交代できるというふうにルールが変わりました。今までは5人までのリザーブ選手しか入れませんでした。ここで元田に代わって浜が入っております。ここでちょっと膝を打ちました。4番の小川が、聞いてますね。これ1年生の宮崎あたりでしょうかね。ちょっと痛そうです。さて堀池さん、はい、元田キャプテンがいなくなったということでチーム全体に影響はありますか。そう、確かにレベル的にはね、やはり元田君の方が高いと思うんですけど、やはりチーム一丸となってね、はい、やはり元田君の分もやろうってまとまると思うんですよね。あ、むしろね、はい、そうですか。ぜひ頑張ってもらいたいですよね。はい、16番の尾崎が蹴ります。船越に合うか。船越はもうゴール前、スピーダーが、あ、どうだどうだ、ゴール、同点ゴール。宮崎
決勝戦にふさわしい好ゲームだ。1対1、川口動けなかった、低いボールでした。後半の25分、時計は今後半の25分に差し掛かりました。同点です。尾崎が蹴って、これはもう川口君どうしようもないですよね。これはもうキーパーを止めても仕方ありませんね。再三船越君の頭を、ね、狙ったボールが多かったんですけども、はい、非常にシュート性のいいフリーキックでしたね。これは17番のマルパのようですね。3年生、さあ同点だ、さあ5点だ。いや、堀池さんにね、キャプテンがいなくなってどうかというふうに伺った直後でした。田島さん、はい、いやもう勝敗の行方は分からない、はい。まだ元田の治療がトラックで続いております。さあ国がチャンスだ、ここで一気にひっくり返すか、あるいは清水商業を守るか、飛んだ、うん、ダメだ、こぼれ球です。こぼれ球、ここを丁寧につなぎたい清水商業、そしてもう一回反撃をしたい国見。田尻、15番の田尻です。うまい、1人抜いた、うまい、ここも抜きたいところですがタッチライン。しかし田尻の今の個人技で見せました。2人のマークをかわしたプレー、なかなかいいプレーでした。田島さん、はい、ちょっとゲームの流れっていうのが変わってきましたか。はい、そうですね、この1点は大きいと思いますね。本当に分かりません、それがどうなるか。分かりませんね、全く分かりません。強引です。こちらの前、さあ大浜シュート、ここで間接フリーキックですね。審判がこのように左手を高く上げて間接フリーキックです。オフサイドだと思います。オフサイドですね、向こう側のラインズマンが上げてましたかね。大浜がちょっと向こう爪を押さえております。現在国見高校は放送席、はい、国のベンチなんですが、元田君がですね、はい、今ご覧のように頭にしっかりテーピングをしましてね、はい、そしてこの後出るようですね。出ますね、出ますね、はい、今、リザーブの審判も今主審の許可をもらいました。今フィールドに入りましたキャプテン元田、これは頭をテーピングして、出血しているのを止めてグラウンドに出ております。これは1人だけこういう格好をしてますから画面でも非常に分かりやすくなりました。キャプテンの元田はこの8番、まあ、ドクターが OK だったことだったんですけど、そうでしょうね、大切じゃなかった。これはお医者さんの許可を得てやってますから、はい、今井さん、はい、その元田なんですけども、頭が3センチ切れてるそうなんですね。3センチも、でこれ試合終わったら縫わなきゃいけない状態らしいんですけども、元田君とにかく意識ははっきりしているということで、ドクターの OK が出たようです。はい、先ほどこの元田と激突しました清水商業鈴木信之なんですが、右のですね前の部分を少し切ったぐらいでですねプレーには支障ないそうです。ああ、そうですか、それは何よりでした。さあこれで11人対11人、1対1、全く分かりません、勝負の行方は分からない。これで国見高校連覇に向けてまた希望が出てまいりました。1対1。市民商業の方もですね、はい、非常にボールを奪ってからいいつなぎをして攻撃してましたから、はい、それを忘れないでほしいですね。そうですね、こういうつなぎをしっかりしてですね。あ、チャンスだ、佐藤、シュートまでは打てない。今度は国見高校が余裕を持ってボールをつなげるようになりました。この辺が田島さん不思議ですね。本当に面白いですね、こんなに変わるもんでしょうか。元田です。はい、国応援席ですがね、同点の瞬間、応援席の方も非常に元気が出てまいりました、はい、その瞬間は総立ち、本当に試合をひっくり返せ、これから絶対勝つんだ、そういう雰囲気が漂っています、はい、そしてまた元田君にも大きな声援が送られています。そうですね、元田は本当によく頑張っています。これが国見高校の応援席。国見高校は部員が92人おりますが、ベンチに入れるのは20人、したがって70人以上はバックスタンドでの応援になります。後半2本目のコーナーキックは清水商業、
後半のまもなく30分になろうという時間帯です。試合残り時間が10分、試合残り時間が10分となりました。1対1の同点。蹴った、ハーブかかった、しかし誰も。ここから折り返します。2番の加藤、1人抜けるか、1人抜いてセンタリングだ、うん、できない。ウニミがしつこい、非常にしつこいディフェンスを見せます。さてカジニが行った、しかしボールはつながりません。清水商業、さあオフサイド、これはオフサイドはない。浮かした、浮かしたがクロスバーの上、浮かしすぎです。4番の小川、昨日の準決勝ではいいプレーを見せました小川。こちらが清水商業の応援席、オレンジのメガホンを持って全校応援です。放送席、はい、メインスタンドの下クリーンベンチの後方で去年のキャプテンの三浦君とそして永井君が、このゲームを観戦しています。永井君に聞きましたら、はい、これ同点でおそらくクリミのペースになっていくだろう、うん、この舞台でプレーした自分を誇りに思っている、はい、今やっている選手も誇りに思って力の限り残り10分戦ってほしいと話しています。そうですね、まあ、小峰監督は昨日おとといのミーティングで、こんなにいいグラウンドでこれだけの舞台でサッカーをやらせてもらえるんだから、ひどい試合をやっては大変失礼だということを言いまして、イレブンを激励しました。そして昨日の8対0というゲーム、国見高校のイレブンが燃えました。そして今日の決勝戦、連覇に王手をかけました国見高校。ここの前に立ちはだかるのがサッカー王国静岡、清水商業。足が出る。今井さん、はい、清水商業応援席は、まあ、同点に追いつかれてからさらに力強い応援が続いています。はい、1対1の同点。川口、キーパーの川口義勝、余裕を持ってこのボールを処理しました。ここで6番の浜を入れるんでしょうか。元崎、はい、その6番の浜君が入って、やっぱり元田君アウトのようですね。そうですか、あまり無理はさせられないということですよね。そうですね、あ、ここで8番の元田に代わって6番の浜が入ります。元田は全然気づいていません。元田は気づきません。今ようやく主審に促されて、あ、僕が交代なんだというふうに気がつきました。元田よくやりました。元田に拍手が沸き起こっております。国立競技場の大観衆から拍手が送られました。できる方関係ありません。さあ清水商業チャンスか、さあシュートまでは持っていけない。元田よくやりました。同点に追いついた国見高校、これはオフサイドはありません。オフサイドない、オフサイドないと、さあどうか、シュート、ゴール。鈴木伸幸、後半32分、清水商業勝ち越し。元田が交代した瞬間でした。鈴木伸幸6番、後半の32分。これも田島さん、オフサイドトラップのミスですね。かけそこないですね。1点目と全く同じですね。はい、2対1。しかしこれだけのプレッシャーを受けながらしっかりとあのゴールマウスの中に蹴り込んできます。清水商業放送席、清水ベンチです。今ですね、得点が決まった瞬間、大谷監督力強いガッツポーズが出ましたね、はい、それにですね、得点を決めた鈴木信之、実は試合前にですね、今日は決勝ゴールは僕が決めますと言っていたんですね。相当になりました。はい、さあ今度は国見のキャッチ、ノーホイッスル。清水商業が前線にリード。しかしここから船越だ、14番船越、今日はポストプレーだ。さあシュート打てるか、振り抜いてシュートは打てません。清水商業が落ち着いてボールをコントロールします。しかしまだ国見ゴールだ。ここで主審の小畑さんがイエローカードを用意しました。イエローカードは5番の田中誠に出ました。この試合が始まる前まではイエローカードがこの両チームは1枚ずつしか出ておりませんでした。それだけフェアプレーでした。さあどうか、これはオフサイドの旗が上がっていました。キーパーキャッチ。まもなく得
計の針は後半の35分になろうとしております。試合の残り時間がまもなく5分を切ります。放送席、はい、クリーベンチですけれども、先ほど浜君と交代しましたキャプテンの本田君なんですが、点が入った時にちょうど振り向きましてね、振り向きざまにその点が入ったんですけれども、痛くない痛くないと言いながら、ロッカールームに入れていきました。悔しい雰囲気がありありと見えました、はい、自分が変わった瞬間に1点を取られた本田、その胸中は察するにあまりあります。35分を経過、試合の残り時間があと5分、あと5分です。国見は急がなくてはいけない。清水商業はあと5分間、とにかくボールをつないで丁寧に行こう。それぞれのベンチの思惑は正反対。さあ小峰監督が立ち上がって旅人に指示を出します。上がれ上がれという指示。とにかく攻めなくてはいけません。同点に追いつかなくては勝負は決してしまいます。2対1、少女1点リード。さあ抜けたか抜けたか、タジリタジリタジリ、あーつかった、どうだ、後輩する、シュートまで持っていきましたが、これはコーナーキックを取りました。15番のタジリ、縦への突破、やはり頼りになるのは3年生去年の優勝メンバー、そして最後に打ったのは岡村でした。残り4分です。2対1、清水商業1点リード。尾崎が蹴った、さあヘディングシュート、中島のヘディングシュート、これはクロスバーの上、しかしまだ時間があります。2対1、国見高校は1点リードされての試合というのは何度となく経験してきました。したがってこういうプレッシャーの中でも自分たちの力を発揮する、それだけのチーム力は持っています。清水商業は鍛え抜かれた洗練されたサッカー、清水商業は今日は会心のゲームをしていると思います。さあこの清水商業が反撃、2対1、1点リードの優勝、縦への突破、佐藤折り返す、シュート、どうか、見る方です。鈴木悟のシュート、残り3分です。船越はこのまま点を取らずにこの試合は終わってしまうのか。岡村、そして途中から入った浜、5番は中島、国見11。今井さん、はい、国見応援席です。応援の手は決して緩んでいません、はい、メガホンの手に力いっぱいの応援がついています。その応援が先ほどは通じて同点に追いつきました。またもう1点、今度は同点にもう1回追いついてほしいという国見の応援席。さあ7番岡村、どうか、ここでスローインです。ロングスローでヘディングで繋いでという戦法もあります。ロングスロー中島、船越はゴール前にいます。クリアする清水商業、残り2分です。試合の残り時間があと2分、清水商業このまま逃げ切るか。中島、いいボールに上げる、さあ走り込んでシュート、またいいシュートを打った9番藤本。ご覧のように時計がポッポッと進んでおります。試合の残る時間があと1分30秒、あと1分30秒。まあ元田が倒れてロスタイムはあったものの、そんなにロスタイムというのはないでしょう。したがってあと2分ぐらいと見ていいと思います。さあこれ抜けるか、花道です。どうしても縦1本のパスになってしまいます。国見の2連覇に黄色い信号が灯りました。静岡県代表の清水商業が5年ぶり3回目の優勝まであと1分と迫りました。清水商業が5年ぶり3回目の優勝まであと1分、国見が同点に追いつくか。中島、コーナーキックです。コーナーキックです。チャンスです。同点に追いつくチャンス、最後のチャンスかもしれません。船越です。画面で捉えているのは船越、全員上がらなくてはいけない。蹴るのは7番の岡村、岡村蹴った、高いボールだ。さあ川口、1年生の川口、もう時間はありません。あと手元の時計では10秒、
ゴールキーパーの川口が前に蹴り出した。さあもう時間がないぞ、船越国見高校、時間がない。宮崎国見もう時間がない。手元の時計ではもうほとんど時間がない。シュート中島どうか、うん、ダメだ。今40分経過、今40分経過。あとはロスタイム、あとはロスタイムです。岡村ボールつないで田尻上げた、シュートどうか、フリーだ、シュート、あーダメだ、シュートもう一回押し込む、ダメです。コーナーキック、コーナーキック、コーナーキックです。同点のチャンスかと思われました。ゴールキーパーの川口がよく防いだ。さあこれがもう本当に最後の最後のワンプレーだ。3本目、もう1回、もう1回コーナーキック。清水商業の優勝か、あるいは国見が同点に追いつくか。もうロスタイム、ロスタイムです。ポンと上げて高いボールだ、蹴る、もう1回ブレードバントラックでシュート、ああダメだ。まだ時間があるのか、まだ時間があるのか。レフリーの小畑さん、まだ試合終了の笛は吹かない。さあコーナーキック5本目、これは大きくクリアされました。まだ小畑さんは笛を吹きません。ヘディングでつなぐ、もう一回、さあ取り返す、田尻、あ、ダメです。国見の猛攻です。国見の猛攻、主審の小畑さんが今時計を見ました。時計を見ました。引きにくいですよね、これだけいい試合をやってるから。なかなか引きずってもっとですかと思いますね、はい、今の笛は違います。今の笛は試合終了の笛ではありません。さあロングスローだ、最後のチャンスだ。川口が出る、キャッチ、これで万事休すか、これで清水商業の優勝か。まだ笛は鳴らない。さあ今度は清水、チャンス、清水チャンス、シュート、さあ小畑さん、まだロスタイムを見ています。まだロスタイムを見ているようです。もうこの辺はあの堀池君が十分経験してますから、この辺の時間と。カタールでね、ここで試合終了。清水商業、5年ぶり3回目の優勝です。見事な優勝です。国見高校2連覇ならず。やはり選手権の2連覇というのは難しい。まざまざと見せつけました。サッカー王国静岡、清水市立商業、見事な優勝です。5年ぶり3回目の優勝、国見の連続優勝に待ったをかけました。田島さん、はい、今この決勝戦を終えて、感想をちょっと。いやもう、決勝戦にふさわしい試合だったですね、本当に。はい、そういった意味では両方のイレブンに拍手を送りたい。本当その通りですね、堀池さん、はい、エスパルスが優勝できなかった分、清水商業がやってくれましたね。そうですね、今度は僕らが優勝する番ですね。今年の今年度の J リーグは俺たちが優勝するぞと、はい、高らかに今堀池さんが宣言しましたが、しかし清水商業のサッカーというのは非常にその安定感のある、高校生のレベルとしては非常に高いサッカーをしてくれましたね。そうですね、なおかつ攻守にバランスが取れてましたからね。清水商業が聞く5年ぶり3回目の優勝の効果、この国立競技場、昨日は PK 合戦のために効果が流れませんでした。初めて国立競技場で聞く、今年国立競技場初めての効果、清水商業です。
はい、放送席、それでは大谷監督にお話を伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございます。最後は監督の時計はなかなか進まなかったんじゃないですか。そうですね、長かったですね、ロスタイムは、はい、最後どんなお気持ちで見守ってましたか。最後は静岡県で歯を競った藤枝東の仲間に恥ずかしくないゲームをやりたいなっていう、そんな気持ちでロスタイムを待ってました。この5年間は長かったですか。いい選手に恵まれましたですね。今回の優勝の最大の原因は、川口義勝が素晴らしいです。まあそれを伝えるスタンドですよね。本当よくやりましたよね。ちょっと涙が今目に浮かんでまいりましたが、選手たちはサッカー人生今始まったばっかりです。その未来人たちに一言お願いします。まだまだ先がありますから、皆さんに恥ずかしくないようなやっぱりサッカーをやりたいですね、はい、本当におめでとうございました。大谷監督でした。さあそれでは選手に伺っていきましょう。キャプテンの川口選手です。今しっかりと監督と抱き合いました。おめでとう。どうもありがとうございます。4019校の頂点だった気持ち。そうですね、もう初めてですからね、もうなんつったらいいですかね、もう最高ですね。今日は思い切りプレーできましたか。そうですね、まあ出来はそんな悪くなかったですけど、まあ、後半同点されてどうなるかと思ったんですけど、やっぱ攻撃陣を信じて最後まで守りました。相手の国見はどうでした。いや、 やっぱね、経験あるだけにうちよりも全然こう余裕持ってやってたし、もう前半あもう2点ともね、もうまぐれですね、あれは、はい、さあ高校チャンピオンになりました。この後の川口君の目標は。そうですね、まあサッカー人生の中ではまだほんの一部なんで、これを自信につけてまた先で頑張ります。おめでとうございました。川口選手でした。それでは放送席どうぞ。